福岡市は市役所で実施している新型コロナワクチンの集団接種を年内で終了すると発表しました。福岡市によりますと、市役所1階ロビーで行っている新型コロナワクチンの集団接種について予約数が少なくなってきたことなどを受け、今月28日で終了します。予約は多い時で1日およそ850人に上りましたが、先週は1日50人ほどまでに減っていました。市役所での集団接種終了に伴い、市内の集団接種会場はなくなりますが、地域のクリニックなどでは3月末まで無料で受けられます。新型コロナワクチンについて、国は来年から季節性インフルエンザと同様に自己負担を求め、高齢者らを対象に秋冬に1回の定期接種に切り替える方針です。